ぱしその僕話聞いてたらそうやってこう困ってくる人ってすごいうわなんて居心地のいい場所なんだろうってなって依存したりしちゃいそうだなと思ったんですけども、みんなどうやって出てくるんですか。そんなに居心地も良くないと思うから。そうなんですか、うん、別に何のお構いもするわけじゃないから、うんうん、で俺もなんか困ってる人に特別優しくするわけでも何でもないから、うんうんうん、そんな長いこと言ったら早く出ないのみたいなこと平気で言うし、あそうかそうか、いつまでいいのみたいなこととかも言うし、うんうん、まあ、それは何にもしなかったらね、うんうん、なんでお金も払わずにさずっとここに入れると思ってんのみたいな話とか結構する、うんうん、普通にするんだ、うんうん、で俺はねっていや困ってるってなんか切実に訴えてきて、うん、まあ、それをちゃんと真に受けてそっか困ってんだっつって、うん、じゃあしばらくいいよってじゃあどうやってやってくって言ったらいやこうやって仕事を探しますみたいな感じで、うん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 、あオッケーオッケーじゃあ応援するよっていう気持ちで住まわしてって言うと、うん、まあ、でも人間そんなさ強い生き物じゃないから、うん、なんかやっぱてかもともとちょっとだらっとしたところがあるからそういう状況に追い込まれてる人も結構いるわけ で、うんうん、でやっぱり実際住まわしてみるとなんかここに来てちょっと 怠けてるというかだらっとしてるというか最初言ってた話と違う住まわしてもらった当たり前みたいな感じになってくるやつも結構多いのね、うん、でそういう人が多分依存しがちな人なんだけど、うん、僕困ってるんですよみたいな感じで言ってくるんだけどいやいやちゃうやんけ信じた俺の気持ちはみたいなあうんうんうん、うん、そうそうなんか裏切られたみたいでやだみたいな話とかをちゃんとする、うん、正直に言うわけですね、うんうん、嫌じゃんっつって、うん、俺便利な人だと思われてるとはちょっとショックなんだけどみたいな話、うん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 、いやでもなんか頑張りたいけど頑張れないとかっていうんだったらまだわかんだけどさ、うん、なんか気がついたらコソコソされるとかちょっとへこむんだけどみたいな話を、うんうん、なんかちゃんとそれも包み隠さず正直に、うん、そうそうでもそれもなんか最初から怠けてるからケツ叩いてやろうとかっていう感じで動いてるって言ったりするわけじゃなくて、うんうん、そう思うから、うんうん、本当にそう思う。そう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 。もうそれを単純にずっと続けてるだけだよね。だから向こうは勝手に居心地の悪さを感じ始め、うんうん、そうそう。だから居心地の感じ悪さを感じてそれで逃げる人逃げるように出ていく人もまあいないってことはわけではなくているにはいる、うんうんうん。いるにはいるけれども。でも結局そういう人ってねまた戻ってくるんだよね。え、そうなんだ。そう、どこに行ってもやっぱりどこ誰も拾ってくれなくて何年後かとかに帰ってきたりとかする。へえ、お久しぶりじゃんみたいな。でなんかどうしたんって言ったらいやいろんなここにも来んなここにも来んなって言われてうちじゃ無理だうちじゃ無理だって言われて、そうで俺は別にいやいつでも来ていいよって言ってるからなんかもういい加減なんつうのいい加減目が覚めましたみたいな感じで帰ってくる人とかもいるよ。じゃあこれやってくれみたいな話で始めてくる人とかもいる。そうなんや。それね依存めっちゃされること、そうだね、依存されるとしんどいからさ俺。うんうん、まあそうですよね、うん、あ、死にたいのかって電話とかもよくかかってくるの。あ、直接。うん、うん、俺携帯番号とか平気で人に教えるから。うん、で死にたいって電話かかってきてもこんな感じ。あ、そうなんすね。それ大変だみたいな感じにならない。いや俺今忙しいんだけどみたいな平気で言う、うん、平気で言う。でもなんかそれだけじゃなくってちゃんと理由も説明するよね。うん、まあ、こんな感じでさ、まあ、子供とさ2人でさみたいな、うん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 、子供面倒見なきゃいけなくてしかも久しぶりの休みでさって子供もこの時間すげえ大事にしてんのみたいな、うん、で、まあ、それでもいやそんなことを言ってる場合じゃないと俺今すぐ死んでしまいそうだから話聞いてくれってどうしても言うんだったら聞いてやらんことでもないけど、うん、でもここで今話を聞くと俺は息子のことが気になってあんたの話半分ぐらいの気持ちでし聞けんわみたいな、うん、でがっちりあんたと向き合って話をするんだったら多分今じゃねえと、うん、で来週のこの時間だったらがっちり時間空いてるけどそこでどうだいみたいな話をちゃんとする。なるほどな。そこでだったらなんかあの片手間じゃなくてがっちり話が聞けそうだみたいな話をして、うんうん、そうでちゃんとその時間はがっちりそいつの話を聞くよね。ああしかもその時にはいやあの時助かったよってあの時無理やりさっていやそんなことなくて俺死ぬとかだったらどうしようかと思ったよって言って、うんうんうん、そうありがとねみたいな話をこっちからするとなんか向こうも役がすいませんみたいな、まあそういうことになってくるとなんかもう死にたいとかってやつあんまり言ってこなくなってなんか死にたいって思ってるのって口にしちゃうとだんだん自分も本当に死にたいのかなって気になっちゃうけど、うんうんうん、
でもよく考えたら死にたくなっけど誰かに話聞いてほしいんだけど、うん、でもなかなかどう伝えていいか分かんないから死にたいみたいな曖昧な言葉で言っちゃう感じの人が多いの気がして、うん、でそれだと俺はしんどいからいやしんどいってちゃんと伝えて、うん、そうじゃない方向で言ってくれても話聞けるとき聞くから、うん、なんか健全な方向にこうちゃんと持ってこうと思ってて、うん、そうだから最近そう一時期死にたいラッシュだったんだけど全員にこのやり方やってると死にたいって言ってくるやつは減ったかなり。へえ、口コミどういう風にそうなったのかは不思議です。あ、いや、その人がそうなったし、あ、その人がね、その人が、うん、その人がちょっと聞いてもらっていいですかとか、あ、うん、前は口癖のように死にたいとかって言ってたんだけど、あ、うんうんうん、死にたいって言っても俺は取り合わないってことが分かったから、うん、そうそう、聞いてもらっていいですかって形に変わってきたりとか、でそれがあの関係が3年4年もやってくると、いやお前昔めんどくさかったような何かにつけて死にたいとか言うしさみたいな話して、うん、いやあの時俺もどうかしてましたみたいな話とかなってくると笑い話でできるんだ。そうそうそう、まあ、でもその死にたいって言ってる時は本当にそんな気持ちなんだけど、でもその死にたいって言って、まあ、俺じゃなくてもさいろんな人に死にたいってあの声かけるじゃん、うん、でいろんな人大げさにちゃんとさそれをキャッチしようとするじゃん、うん、死にたいそんなことない、あなたも大事な人だからみたいな、でも死にたいっていう気持ちはさあのもうそんなつもりでかけてるから、うん、だん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 その死にたいんだねって受け止めてもらえばもらえる分だけ本当に俺は死にたいんだって多分なっていくと思うんだよ俺は、うん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 、でも本当は死にたいっていうわけじゃないと思ってるから、うん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 、いやそうじゃないでしょう、うん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 、ちゃんと言うこともすごい大事だと思う、これは俺は思ってて、うん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 、なんかみんな大げさなんだよって思うな。あそういうことを、まあ、言っちゃう人も。そうそうそう。うんうん、でそのなんか死にたいって言ってる人の気持ちをそのまま受け止めるって言ってるやつでずっと受け止め続けれるやつを俺見たことないしね。あそうなんだ、うん。うん。やっぱりずっと都合が悪くなってくるといつもいつも死にたいって言われて、私も頭はなんかおかしくなりそうだから、うんうん、私は電話出ないことにしたんだよとか。はそれってめちゃめちゃ残酷じゃんとかって俺は思うから、だからそれなんでその結末になったかって言うとお前が無理してたからでしょって、はい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 、それで誰一人幸せになれねえんだからさ、うんうん、だったら最初から無理せずさってちゃんと事情説明してあげりゃいいじゃんっていう感覚、うん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 、なるほどな。でもそういう支援者多いじゃんね、そういう人こそなんか私は自殺をやる人の減らしたいんですとか、うん、熱意に燃えてんだけど、うんうん、でもその熱意に燃えてる人ほど際の際で逃げるっていうのをたくさん見てるから、へえー、そうそうそうなんだ。だからそんなね救いますみたいな熱意とかそんなにいらんと、うんうんうん、いや自分だ、なんだかんだって人間は自分が一番大事なんだから、うん、ね、そこはちゃんと認めてね、俺も家族が大事だから、うん、それがちゃんとあるんだよってちゃんと説明して、うんうん、なんか話聞いたらすごくあれですね、こうしっかりとまあ理由を伝えたり自分の心をちゃんと伝えるっていうのなんかされてるんだなと思いましたね、うんうん、てかむしろそれしかしてないよね。なんか特別なこうなんだろう引きこもりのスペシャリストでこうすると出てくるよみたいな理論があるとか、うん、学があるわけでもないしさ、資格も何も持ってないし、うんうん、多分その専門的な人たちから言わせるとやっちゃいけないことばっかりやってるし俺。あ、そうなんですか。もちろんもちろん。へえ。あの死にたいって言ったやつに死ねとかって言ったりとか。マジっすか。うつ病の人に頑張れって言っちゃいけないとかって言うけど俺めちゃくちゃ頑張れよみたいなこと言うし。だけど、いやもうなんかそんなことはね大した話じゃない。うんうん。死にたいって。そうそう、なんかね。ここに住んでるやつもね死にたい癖がある高校生がいたんだけど、うん、何かにつけてリストカットするみたいな、うん、で、まあ、ここでリストカットするたびに、まあ、俺が分かったらお前またやったのみたいな話とかやめろよみたいな話とかをずっとしてたんだけど、うん、まあだからちょっとずつねその話をする中でリストカットするたびに何か辛いことあったみたいな話聞いて、いやこういうことがあってさみたいな、そっかみたいな話を聞いたりもするってねずっとしてたんだけど、でまあ、その聞いてるとなんとなくこう収まってもくるんだけど時々波のようにまた来る時があって、うんうん、で一回たまたま2月ぐらいかな、2月だよね、ホタルイカの時期って2月とかだよね、うん、ちょっと早い気がしますけど早いか、はい、なんかねいつかのホタルイカの時期を、はい、真夜中に LINE が鳴って、はい、いやちょっと久しぶりにリース化したいんだけどみたいな LINE が来て、うんうん、はい、おこいつついに事前に言うようになったかと思って、ほう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 、でそれが夜中だったの1時とか
でリストカットしたい、でも死にたいからって入ってきたから、すぐ電話かけて、うん、お前本当に死にたいのっつって、うん、じゃあそれ死ぬんだったらさ、その前に一緒にホタルイカ取りに行こうぜっつって、おそうそう、でホタルイカこうとりあえず今行くからっつってホタルイカ取りに行ったの、うん、全然ホタルイカいなくてで他のいろんな人もいるわけよね、ホタルイカ目当てにさ、人いないねとかってね、うんうん、でもいねえじゃんみたいな話してたんだけどお前さっき死にたいっつってたよねって話して、うん、死にたかったら何でもできるよねっつって、うん、ちょっと海の中入って田舎見てきてくんないって話してで、こいつマジかみたいな話してでもそいつ俺の性格知ってるからもう言い始めたら聞かないからおマジかって言いながら服脱ぎ始めてそしたら前のギャラリーもなんかでき始めておおめだよマジで行くのかみたいなはい行こうってでもマジマジかって言いながら入ってって周り結構笑ってで遠くの方でイカいるっつっていねえよみたいな周りが爆笑してるみたいなそうってやつがあってそうそうで出てきてそうそうでまず結構てかもうずぶ濡れてクソ寒い日だったからそうそうまあでもどうせだったら面白いからさで裸のままいろんなとこ観光地回ろうぜって言って、うん、なんか大仏の前にいて写真撮ったりとかして遊んで帰ってきたんだけどでそいつ結局今大人になったんだけど、うんうん、そのリスカその日からしなくなって、うん、そうそうでなんでって言ったらやろうとしたら思い出すんだって話をしてバカバカしくてやる気がうせるって言ってねすげえすごくない、うん、すごいでも専門家の人からしてみたら絶対やっちゃいけないことじゃんね死にたいんだったら海入れお前みたいなありえねえみたいなそうそうでも大事なことって何なのかって言ったらなんかその、うん、なんかなんだろうねなんか死にたいっていう気持ちに寄り添ってとかじゃなくて、うんうん、いやそうじゃなくてなんか単純にこう仲良くなった上でのこうやり取りというかさ、うんうん、人間関係でなんか悪意じゃなくてね、うん、こうただ単純に仲良くなりたいと思ってやってること結構救われることってあるんじゃないのと思ってね、うんうんうんそう別にあいつのこと救ってやろうと思ってやったことつもりでもこれっぽちもないんだけど、うん、死にたいっつってんだから死ぬ気なら何でもできると俺は思ってるから行けっつって面白いっすそっちの方がいい、ね、そのくらいのノリそうなんやすごいなでもなんかこう人になんだろう奉仕したいとか幸せになってほしい人のためになりたいみたいなそうなんだもう一個もないねあそうなんですかない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 すげえなーなんでできちゃうんだいやでもないけど、うん、そうそう俺それもよく言われるから、うん、俺インタビュー慣れし慣れてること言うけど俺はね誰かを助けてあげるじゃなくて、うん、俺が楽しく生きていきたいのよね、うん、なんか目の前で困った顔してたら楽しめないから、うん、なるほどそうそうんじゃあ何っつってできることやるからっつって、うん、でやってて笑うようになったら俺も楽しくなるからそれでいいじゃんみたいなめちゃめちゃ素敵なんかシンプルでしょでも、うんうんうん、やじゃんこっちが美味しくご飯食べようと思って横で泣いてたら、うん、そうっすね、何ってなってやめてそうそうもう話聞くってそうそうなるほどなリストカットしたいっつってるからホテル行って何か入ったら面白いじゃんでそれ以来またイカ取り行くみたいな話とかして、うん、やんねえよみたいな、うんうん、もうそっちの方が楽しいじゃん、うんうんっていうそっかだからもう基本的にわがままなん、そうですわ、僕今までやっぱりそうやって例えばこう話聞いてみたいなのまああるじゃないですか、うん、そういう時ってもうなんかうんうんって聞くことが優しさやと思ってた、うん、違う俺基本的にそんな優しくないもんそうなんだ、まあ、聞くけど、はい、聞くよそれ鬼じゃない鬼ではないからなんで聞かんとまず何も始まんないから、うんうん、まず聞くよねはい、なんなんみたいなうんうん、でそれですぐ思ったことを言うよね、はい、みんな大体傾聴が大事だから自分が何か思っても大体聞くんでしょ、うんうんうん、俺はそれはしないんだよね、うんうん、聞くには聞くけど思ったことは言う、うんうん、でそれ何のために言うのかっつったら俺の意見を押し付けたいから言うんじゃなくって、うん、知りたいから聞くんだよね、うんうん、えこれってこうじゃないのとか、うん、あなるほどねでそれについて返ってきた答えにいやそうじゃないよとかじゃなくてあなるほどね、うん、そうなんだよねってだから知りたいからこう聞くんだけどでもこれもカウンセラーの人に言わせるとあんまり良くないことらしいね、うん、最初は傾聴、うん、何があっても傾聴、うん、言いたいことがあっても聞かずにって、うんうん、らしいんだけどでもそんなやつと仲良くなると思ってうで仲良くそんなに仲良くないやつに思ってること言うと思ってはいはいはい、はいだったらこっちがガンガンお前のこと知りたいんだマックスで、はい、ガンガン口挟みながらそれなんなんみたいなあだからこっちの方がさあちょっと興味持ってくれてんのねってなったら嬉しくない嬉しい嬉しいうんうんうんでこっちも考えつく限りのことを言ってくれるじゃあこうしたらどうなんみたいな、うんうん、こうしろじゃなくてね、はい、こうしてみたらどうなんかねみたいな、うんうん、一緒に考えるっていう、うんうん、
ん、その過程が結構俺も楽しいし好きだしね、で気がついたらその話の段階ではそういえば死にたいわけでもなさそうです僕みたいな話になったらやっぱりねみたいな、そんな気はしていたよそうそうそう、だから俺が楽しく生きたいだけという、うん、超絶わがままな感じではある。へえー、